指定探検は1959年のアメリカ合衆国の映画ジュール・ヴェルヌの小説指定旅行を初めて映画化した作品である。ビデオパッケージでは指定探検という表記も存在する。リンデンブロック教授は学生アレックから送られた溶岩の塊の中から行方不明になったスウェーデンの探検家。 あるねサクヌッセムが地球の中心への皇帝を記したメッセージを発見した。二人はスウェーデンの地質学者ゲタボルグ教授と話し合うべくその地へ向かったが教授は何者かにより殺害されていた。リンデンブロックらも何者かに襲われたところをアイスランド人ハンスに助けられ、三人とゲタボルグ教授の未亡人カーラはサクヌッセムの記した皇帝に従って アイスランドの旧火山の噴火口から地底に降りていった。途中、これまで妨害を繰り返していたアルネサクヌッセムの子孫、サクヌッセム白爵と争いになるが、急戦して共に探検を続けることになった。一行は巨大キノコの森や地底に広がる大海を越え、ついに地球の中心を通過。最後にたどり着いたのは、伝説の島アトランティスの都の廃墟であった。 1864年に発表されたジュール・ベルヌの SF 冒険小説指定旅行を20世紀フォックスが映画化した。時代設定や大筋は原作に沿っているが、原作にはない探検の妨害者が現れたり、女性が探検に同行したりするなどの脚色が加えられている。制作はサンセットの通りなどを手掛けたチャールズ・ブラケットで脚本も担当している。監督は、 西部劇、ロンリー・マンなどのヘンリー・レビンであった。音楽は、悪魔の金でアカデミー作曲賞を受賞した、バーナード・ハーマンが手掛けた。指定の世界を描く特撮を担当したのは、エルビー・アボット、ジェームズ・ B ・ゴードン、エミル・コサ・ジュニアであったが、劇中登場する恐竜は、トカゲに背びれやトゲをつけた、いわゆる、トカゲ特撮が使われた。出演は、歌手が、本業のパット・ブームが、 主役のアレックを演じ、劇中でも歌を披露したほか、ディズニー映画、海底2万マイルで、ネモ船長を演じ、スター誕生でゴールデンブローブ賞主演団優勝を受賞したジェームズ・メイソンが、リンデンブロック教授を演じた。探検には同行しないが、リンデンブロック教授の娘で、アレックの婚約者役を、アンネの日記のアンネの姉役でデビューしたばかりの、ダイアン・ベーカーが務めている。 本作は受賞は逃したものの、アカデミー賞の美術賞、特殊効果賞、音響賞の3部門にノミネートされた。20世紀フォックスは本作に続き、翌年に同様な路線の失われた世界を制作し、特撮のアボットら3名も引き続いて起用された。ありがとうございます。